When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、ミカです。今日は今まで発売されてきたセリアのカラージェルを全色皆さんに紹介したいと思います。はい、ただ、一番最近発売された、グリッターのシリーズ、そちらだけちょっとまだ近くのセリア行ってるんですが入荷されていないみたいでゲットできていません。はい、でその一つ前のゴールドとかシルバーとかシアなんとかみたいな感じがあったと思うんですけど、そのあたりまでですねの全部の色を順番に紹介したいと思いますので、結構カラー数発売されている中でどの色を買おうかなと悩んでいる方はよかったら動画を参考にぜひぜひ自分の好きな色を見つけてみてください。それでは早速紹介していきましょう。どうぞ。まずはレッドです。レッドは実際にチップに塗るとこんな感じです。パッケージと比べるともうちょっとピンクっぽい赤になっていると思います。はい、もし必要であればちょっとじっとしておくのでスクショ撮ってもらったら参考になるかと思いますのでスクショタイムです。はい、次はスカーレットです。はい、スカーレットもちょっとパッケージと違って実際のパッケージの色よりももう少し明るいオレンジっぽい明るい赤って感じですね。続きましてコーラルはこんな感じでパッケージよりももっと色が濃いです。パッケージのコーラルは白っぽいピンクって感じなんですけど実際はもうちょっと色がくすんでいて茶色っぽいピンクって感じです。でこの色結構私好きなのでおすすめです。次はミルキーベージュです。ミルキーベージュは実際はかなりシアー感があって他のやつは2度塗りしてるんですけどこれは3度塗りぐらいしないとこう均一にならなかったです。次はライトベージュです。ライトベージュはパッケージよりももう少し茶色って感じでパッケージはねピンクっぽいベージュなんですけどそこまでピンクじゃないですね。ライトベージュ。続いてベージュはもう本当にパッケージと全然色が違うのでぜひ参考にしてもらいたいんですけど比べると実際はもっと黄色っぽい茶色です。全然色違います。でこの色もすごい可愛いのでとってもおすすめです。次はブラウンです。ブラウンはこちら。ブラウンもパッケージと色違います。はい、こんな感じでもっと赤っぽい濃い茶色って感じですね。ブラウン、このパッケージの方はチョコレートみたいな色なんですけどそういう感じじゃなくて本当に赤っぽい茶色って感じです。次はホワイトです。ホワイトはもうそのままホワイトって感じなんですがホワイトちょっと色が薄いのでこれも2度塗りして少しムラがある感じだから3度塗りぐらいした方がいいと思います。次にグレイはこんな感じです。実際のパッケージと色似てますが、強いて言うならちょっと青っぽい感じかなって感じです。次、ブラックです。ブラック。で、ブラックもホワイト同様、むしろホワイトよりもっとシアー感がありますので、2度塗り以上ですね、してもらわないとはっきりした黒にはならない感じです。次は、ネオンピンクです。ネオンピンクは、実際のパッケージのまま、ちょっとこう、ブライトにした感じです。もう明るい、なんか汚れてる。これもすごい可愛い色なのでおすすめです。次はピンクはこんな感じ。ピンクはね結構パッケージと色味似てます。ほんと同じ感じですね。ピンク。続いてはバイオレットです。バイオレットはパッケージの方はちょっと青っぽい色なんですけどもっとねピンクっぽい紫になってます。はい、次はベイクドピンクです。ベイクドピンクはパッケージよりももっと色が暗いです。くすんだ感じの色になってます。これもすごい可愛いので私は好きです。次はスモーキーピンク。スモーキーピンク結構パッケージと色似てます。はい、
で、スモーキーピンクもちょっとシアー感があるので、まあ2度塗り以上、3度塗りぐらいしないとムラなくはっきり塗るのはちょっと難しいかなっていう感じです。続いて、ミスティピンクはこんな感じです。これもね、ちょっとパッケージよりも青っぽいピンクなので若干違いますが、まあ割と似てます。はい。次はミルキーピンクです。ミルキーピンクは、3度塗りぐらいしないと色がはっきりしない結構シアー感がある色なんですけども、まあ3度塗りぐらいすると割とパッケージの色に似てくると思います。結構色味近いです。これのシアー感があるバージョンって感じですね。はい。次はライトピンクです。ライトピンクはパッケージの色ともほぼ一緒です。ライトピンク。ちょっとね、映像でもだいぶ色味合うように設定はしていますが、やっぱり映像だと実際に見るのとちょっと違ったりするので、実際のこのパッケージとの色の違いっていうのを詳しく説明しています。はい。はい、こちら。これはマスタードです。マスタードも色味ほぼ一緒って感じですね。で、次は、ダークグリーン。ダークグリーン。ダークグリーンは、このパッケージの色よりもうちょっと青っぽくて、もっと色が暗い感じです。こうやって見てみるとわかると思うんですけどね。もっと青くて暗い色ですよね。ダークグリーン。はい。次に、ミント。ミントはこんな感じです。ミントはパッケージと似ていますが、もう少し、緑っぽい。本当にターコイズネイルしやすそうな色になっていてすごくおすすめです。パッケージは水色に近いんですけど、もっと緑が入ってる色かなって思います。はい、次にミルキーブルーです。ミルキーブルーはパッケージとほぼ一緒です。ただ、ちょっとシアー感があるので、2度塗り3度塗りしないとムラがちょっと気になるかなっていう色ではあります。次はブルーです。ブルーはパッケージの色よりもうちょっと色が暗いですが、結構近い、あーでももうちょっと暗いかな、もうちょっとくすんだ感じになってます。ブルー。続いてデニムブルー。デニムブルーもパッケージよりもうちょっと色が暗いくすんだ感じになっています。こんな感じ。この色もねすごい可愛いです。ネイビー。ネイビーはパッケージとほぼ一緒って感じですね。ネイビー。はい。シアーベージュ。シアーベージュは、まあ、実際のパッケージよりももっと色が薄くて、で、ラメが細かい感じなんですけど、もう本当にこのシアーシリーズはかなり透明感があるので、2度塗り、3度塗りしても、それでも透明感ちょっと残る感じになってると思います。はい。で、シアーピンクの方はこんな感じです。さっきのシアーベージュよりかはちょっと色濃いですが、実際のパッケージの色よりもちょっとオレンジっぽいかなっていうふうに思います。次はオーロラです。オーロラはこんな感じ。パッケージからは全然想像できない中身なので、この辺よく参考にしていただけたらと思います。オーロラ、ホログラム系になっております。はい。本当にこのシリーズどういうホロとかどういうラメが入っているか詳しく、この間動画アップしたので気になる方はそっちをチェックしてください。で、次にシルバー。シルバーはこういう感じです。はい。ちょっと大きめのシルバーのホロと細かいシルバーのラメが入ってます。最後ゴールドです。ゴールドはこちら。ゴールドね、すごい使いやすい感じで、実際のパッケージの色よりもうちょっと黄色っぽいですが、まあ大体同じ感じですね。はい、ということで以上で30色になります。ということで皆さんいかがだったでしょうか。ちなみに私が使っているこのネイルチップの何ですかね、チップサンプル、カラーサンプルを作るものすごく便利で、こうやって一つにキュッてまとめられるのでめちゃくちゃ便利です。このチャンネルはネイルのことを中心としてアップしているチャンネルなんですけども、もう一つセカンドチャンネルをやっていまして、そちらでは夫と一緒にライフスタイルの動画とか、結構ネイル以外のこと、美容のことも含めてアップしたりしています。毎週土曜日の夜10時にアップしていますので、そちらももし興味があれば見てみてください。はい、皆さんいかがでしたか。
セリアでもかなりたくさんの色が発売されていますので、全部揃えるともういろんなネイルデザインが楽しめてすごくいいと思います。はい。で、今度この全部買うのはやっぱり全部買ってしまうとそれなりの金額になってしまうので、その中で特にこれは買うべきだっていうのをこう私なりに選んで皆さんに紹介したいと思いますので、そちらの動画も楽しみにしていてください。では今日の動画良かったよとか役に立ったよと思ってくださったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムも更新していますので、フォローよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。メカでした。バイバーイ。